こんにちは。あ、ゆだこさん、後ろ鮮やかなオレンジカラーですけれども。ありますよ。これ原監督が座ってる椅子と一緒やからな。しかも今ちょっと見えたんですけど、ジャイアンツのマーク入ってません？そうだよ、ジャイアンツカラーなんだよ。あ、すごい。ジャイアンツファン。いや、これすごいですね。原監督がね、そう。いや、原監督と一緒。で、6月の10日から実はもう一般販売も始まってるということで、ジャイアンツファンの方もね、はい、座っていただきたいと思います。で、概要欄に貼ってあるからね。あ、そうですね。そこから飛んでもいけますしね。そこから飛んでください。はい。なので今日はやっぱジャイアンツの話題です。やっぱそうなるよな。そうなります。まあこの椅子に座っているといえば原監督。何が聞きたいんだよ。原監督の系統がファンの間でも、まあ賛否両論と言いますか、言われてまして、まあ例えば、まあ左には左とか右には右っていう、まあそういう起用法もあるし、森藤は一ファンとして小刻みな系統9人使ったよね、1試合に。それはどう思う？だからまあ9イニング制で9人使うというのは1人1イニングっていうことを考えるよね。まあそう。そうどう思う？私はあれもいやはっきり言っていいよ。あまり好きではないんです。どっちかっていうと先発がまあ6回7回まで投げ切って理想はな8、9、7、8、9っていうのが好きなので、まあそういうまあ趣味ですけど。俺は原監督が大したもんだなと思ったのは、あの試合って勝ってたんだよね。で一気に追いつけられたのね。で交流戦残りがあとそれを除いたら5試合っていうところまで来てるんだよね、そしたら14日からブレイクが入るわけよ、交流戦明けのブレイクが3日間、でジャイアンツは消化をしてるから、そこに疲労回復に当てる 日にちがあるっていうことは考えてたと思うんだよ。逆算してですね。逆算して、それで勝負事ってさ、リスクを背負って負けるんだったらリスクを背負わない方がいいんだよ。例えばそのカードオリックス戦の3戦目、6対0になった、そしたらその試合何人使ったピッチャー？あ、そんな使わなかったですね。2人なんだよ、先発高橋と田中、この2人しか使わなくて負けたんだよ、だから負けにどんどんつぎ込んだんじゃなくて、勝ちたい一心にこれ勝てると思ってつぎ込んでんだよ、だから俺は正解だと思う。まあ引き分けということが微妙で、ファンの人たちの中で賛否を生んだと思うんだけど、でも負けるよりは引き分けた方がいいじゃない。その意味のある勝ちたいための系統がああなったっていう。そう、負けられなかったんだあの試合は、だから、でも引き分けちゃったんだよ、だからそこで計算が狂い、なんで引き分けてんだあんな系統するんだって、言われるけど、俺は原監督は大したもんだと思うよ、やっぱ勝ちにリスクは伴うよ、でも負けにリスクを伴っちゃいけないっていうことを、そういう勝負の鉄則をちゃんとわきまえて継投してるもん、だから俺は同じ勝負をしてきた人間としてあれは別に構わないと思う。プラス例えばそのああいうふうに継投をしなきゃいけない、例えば先発陣の事情っていうのもちょっとあるよな。ありますよね。そこはやっぱ苦しいよ。そうですよね。今年ちゃんとその先発を最初から守ってるピッチャーっていうと戸郷投手ぐらいですよね。今まあいないというか、まあ高橋優貴もね、ある程度こう守ってはきてるけど、やっぱ先発がある程度6回まあ言えば7回、これ情けない話だよ、6回、7回っていうのは、そこまで投げてくれないと、やっぱそういう形になるよね、でもあの時は投げてたんだけど、一気に来られたよね、オリックスの攻撃も大したもんだったんだけどさ、俺は原監督はやっぱ勝負師として徹してるというふうに感じたシーンだったよ。あの象徴的ななんならお前野手でも投げさせようかっていうぐらい俺は思ってたと思うよ。ピッチャーが抑えられないんだったら誰か一番野手で速いボールを投げるやつは誰だみたいな、やっぱ勝負ってそういうことじゃない、できれい事には済まないしさ、9回で終わるっていうのが分かってるから、引き分けでも終わるっていうのが分かってるからつぎ込んだんだ。これが延長ってなってくると、ここは使えないって思うと思うよ、はい、だけど9回っていうのがもう決まってるわけだからそこに全力投球していった俺は原監督のあの執念はすごかったと思うよ。それは本意じゃないよ、原監督もそうですよ、つぎ込むことがね。あとやっぱり今シーズン9回で打ち切りっていうのもやっぱりその小刻みな継投につながっている要因の一つっていうことももちろんありますね。もちろんそう。なんか今までの巨人ってああいうふうに本当にこう小刻みに中継ぎが出てくるっていうのはあまりイメージがなかったので原監督のこうまあ大体1イニングを1人任せるという、はい、まあそういうスタイルを取ってたんだけどさ、やっぱそこまで力のあるピッチャーがなかなかこういないよね、はい、で信頼を得られてる中継ぎ陣も、まあ、中川を信頼してたとは思うんだけど、まあ、それもちょっと崩壊気味ということでさ、はい、だからやっぱ苦しいと思うよ。そうですよね、うん、この戦い方は交流戦が終わってリーグ戦に戻ったとしても持たない持たない、こんな戦い方したら持たない。あ、そうなんですね。シーズンこれからが佳境だから、はい、持たないよ絶対に。じゃあああいう形はそれはだから最初に言ったけども、はい、交流戦明けの3日間という調整期間が設けられてるから、まあ予備日というね、はい、で18日から始まるでしょ、はい、だから14、15、16、17まであるのか、はい、だから4日間あるからそこに調整を当てられるっていうふうに考えてるから、はい、つぎ込んだんだと思うよ。まあ無理してでもってことですよね。だからあとあの時点で6試合、はい、その試合を除けば5試合、うん、もうとにかく死に物狂いでやれみたいな、うん、負けられないんだと、はい、で引き分けも嫌だったと思うよ。そうですよね、うん、引き分けも嫌だったと思うけどよく俺は引き分けだと思うよ、うん、だから巨人は勝ちに等しい引き分けだったっていうふうに思ってもいいと思うよね、うん、あとプラスアルファ言われているのが、球を受ける炭谷投手、あれだけやっぱピッチャーが変わって、炭谷捕手、あれだけピッチャーが変わる中でこうリードをしているっていうのはなんかグラウンドの中でのやっぱり監督的な存在だっていうふうにも言ってる方もいたんですけれども、いやそれは難しいよ。それは9人投げればね、調子の悪いやつは誰かいるよ。それが中川だったわけでしょ。でやっぱりリードというのはやっぱ難しいよね。そうですよ、うん、受ける方も圧迫感があると理想に走るんだよね、うん、ここでこうやったらいけるって、うん、でも福田にレフト前打たれた時にインサイドを要求したんだよ、はい、これを俺中川絶対投げきれないと思ったよ、はい、もう流れがそういうふうにこう感じてたから見てて、うん、これは打たれると思ったよ福田に、はい、1球目スライダーだったんだよ。で何気なく見逃したから、あこれもうまっすぐ一本待ってるわと思って、はい、でインサイドも構えた、うん、こうインサイドに構えたっていうのはもうほぼまっすぐなんだよ、はい、これ俺投げきれないよって、ああ俺は打たれたってまあ冷静に見てる人間は大体10人見てたら9人までプロ野球出身者とか、はい、アマチュアで本当に野球の詳しい人っていうのは予想がついた配球だったよね、はい、それは難しいよ。そうあれだけ本当にコロ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 変わって、うん、その投手の引き出してでもそれが仕事だからさ、まあそうですけどね、うん、だからそういう時にやっぱ小林をかぶらせればいいんだよ。あ、変えて、うんうん、途中からってこと。炭谷はね意外に真面目なんだよ、はい、意外にって言ったら変だけど、うん、で小林っていうのは意外に鈍感力があるからさ、だからそういうところでも動じないような感じのキャッチャーなんだよね、はいはい、だから性格みたいな特性もあって、はい、俺は小林いかんかなとは思ってたんだけどね、まあ、いかなかったですけれども、行ってもよかったんじゃないかな、行ってもよかったんじゃないかなっていうね。これはね、じゃあ交流戦で、まあ、あと休みが、まあ、3、4日あるっていうからのこの継投だったということで、うん、まあ、いや日程が混んでてさ、はいね、そのブレーク期間もないっていうふうになってくると、そうはさせなかったと思うよ。それか、あそこはもう取りに行って、はい、だから3戦目みたいに6対0になった時点でもうこれはもうピッチャーを今日は使わない、はい、まあ DH 制だったしさ、打順もないからね、はい、変えることも必要なかったからさ、まあ DH 制がありながら9人使うっていうのはすごく珍しいことだったけどね、はい、でも最後にもう一回言っとくけど、はい、勝ちにリスクはあっても負けにリスクを伴ったら、ね、チームが疲弊するということ。逆にそうですね、だから原監督の9人というのは勝ちたかった、ね、負けるわけにはいかなかった、その必死の継投に俺は拍手を送りたい。わかりました。やっぱファンのために負けちゃいけない試合だったから。そうですよね、あれは勝ちに等しい引き分けにそれがつながったっていう。繋がんなかったけどね、連敗したから。そこが苦しいとこなんだよ。そこが苦しいんだよ。オリックス強かった。強いだろう。強かった。これから来るからね、オリックスは。そうですね。